パッカーは、アメリカ合衆国ワシントン州、ベルビューに本社を置く大型トラックメーカーで、各地の子会社では小型、中型トラックの製造も手掛けている。1905年に、ウィリアム・プラットが、シアトルカーマニュファクチュアリングを創業、当初は、鉄道の製造や伐採も、制御としていた。後に、オレゴン州ポートランドのトゥーヒー・ブラザースと合併して、パシフィックカーファウンダリーとなった。 第二次世界大戦時には、アメリカ陸軍向けの M4 中戦車をはじめとする、各種軍需品を製造していた。1945年、ケンワースを買収して、トラック市場に乗り出し、ついで1958年には、ピーター・ビルトとダート・トラック・カンパニーを買収した。1972年、現社名に、社名変更。1981年に、イギリスのトラックバスメーカーである。 放電トラックを買収。1996年には財政難に陥っていたオランダのダフトラックを買収した。さらに6から44トン級のトラックの製造能力を得るため、1998年にイギリスのレーランドトラックを買収している。現在ピータービルとケンワース、ダフの各ブランドも含めるとセミトレーラートラックの製造量がアメリカで第2位。 世界で第三位の製造量となっている。ありがとうございます。